皆さん、こんにちは。本日も、ポケモン動画撮っていきましょうか。そして、スカーレット・バイオレット、もうすぐ発売でございます。パルディア地方で、君だけの冒険に出かけようと。いやー、本当に楽しみすぎるわ。さあ、ポケモンスカーレット・バイオレット、発売まで、残りわずかとなりましたが、なんとここに来て、セヘントロリークさんが、復活いたしました。まあ、旧アカウントはですね、こういった形で凍結されているんですが、ただ新しくアカウントができたみたいで、なんとね、懲りずに様々なツイートしてくださっておりますと。で、まあ、内容としましてはかなり控えめになっているわけですが、ただかなりの頻度でツイートしてますね。最後のツイートが34分前か。で、まあ、日本語訳していきたいわけなんですが、すでにご存知の方も多いかもしれませんが、現時点での内定ポケモン、そしてそれプラス、今作第9世代から新たに追加される予定のポケモン、こちらのすべてのリストが今ネット上で出回っております。しかもですね、YouTube 上でも普通に公開してる人がいたんだけど、誰が公開してるかっていうところは言わないけどさ、ただあれはダメでしょ。普通に公開してるんだけど、まあ、一応モザイクはかけられてるけどさ、あれはダメでしょ。なんかモザイクかければいいって問題じゃない気がするんだけどさ、あれはどうなんでしょうか。あと12時間も経てばダウンロード版の方はプレイできるわけだからさ、なんかこのタイミングで YouTube 上であったりとか SNS でリスト公開っていうのはちょっとあれですよね。まあさすがにリスト見せることはできないんですが、ただ現時点では100体から110体新ポケモンの数としましてはそれぐらいいることが判明しておりまして、そして内定ポケモンに関しましては300弱いるみたいですね。ですので、合計約400体のポケモンが、スタートの時点でいると。まあ、そういったことがですね、明らかとなっております。ただ一方で、ダウンロードコンテンツ、こちらがどうなるのかっていうところですね。まあ、そこが気になる点ではございますが、まあ、少なくとも新しいポケモンは、何体か追加されると思うから、まあ、合計するとそこそこの数になるんじゃないかな。まあ、そんな感じでございますね。そしてポケモン公式からは明日発売っていうこともあって特に動きがございませんね。特に動きがなくて、基本的にはポケモンスカーレットバイオレットそれ以外の話題が多いって感じでしょうかね。今見てると、まあ、ポケカであったりとか、あとはポケモンユナイトであったりとか、そしてこちら以前も取り上げましたが、明日からセブンイレブンでポケモンキャンペーンが開始と、モンスターボールおにぎり、そしてポケモンメザスタのプレゼントキャンペーンなど様々な取り組みが行われると、まあそういったことがこちら記載ございますね。ちなみに皆さんご存知かどうかわかりませんが、スカーレット・バイオレット現時点で何のポケモンが出てくるか、まあ既存のポケモンなわけですが、こちらがすでに明らかとなっております。まあ具体的にはこんな感じか。皆さんいかがでしょうか。ただやっぱりボーマンダであったりとか氷っぽ使えるのが大きいよな。ただ一方でこちらの場合はバンギラス使うことができて、しかもドータくんまで使うことができるからね。いやーけど、これ見てみるとバイオレットとスカーレット結局なんかどっちがいいんだろうね。かなり難しいよな。まあどっちもどっちって感じでしょうか。ただなんかバイオレットの方がまあ、対戦では強そうな感じはするよね。どうなのかなっていうところはありますが、まあ、こういった状況になっております。ただ、ボーマンダ使えるのが、まあ、かなり魅力的ですけどね。ただ、自分は、まずはスカーレットから始める予定なんで、まあ、後からバイオレットも進める予定ではあるけど、まずはスカーレットから始めようかなと思ってます。まあ、なぜかというと、ダウンロード版、スカーレット購入してるから、で、バイオレットは、あれですね、パッケージ版か。パッケージ版購入する予定ですね。ただ、コメント欄とか見てると、意外とですね、ダブルパックで購入してる方が多いみたい。それなんだよな。皆さんはどちらで購入される予定ですか？ただ、ダウンロード版がですね、こういった形でトレンド入りしていて、多分早くやりたいっていう方が多いから、今回はダウンロード版。こちらの方がパッケージ版と比較すると多いんじゃないかな。まあ、ちょっとそこについてはわかりませんが、ただ具体的にダウンロード版どれぐらい売れるのかっていうところは気になりますね。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。さあ、ポケモンスカーレットバイオレット発売前日っていうことで様々なメディアから先行レビューが出てますね。ただやっぱりさ、何度見ても思うんだけどさ、なんだろう、主人公というか
まあ、このトレーナーとかもそうなんだけどさ、あんまりポケモンって感じがしないよね。わかりますか？あんまりポケモンって感じが良くも悪くもしないんだよな。そして今回ピクニック、こちらの機能が新たに追加されたわけですが、ただまあ従来のカレーのシステムとそんなに変わらないかな。で、こちらに関しては手持ちのポケモンたちをフィールドに出し、主人公を操作し、直接話しかけたり、一緒に食事や写真撮影などを行うことができると。そしてこちらには記載がございませんが、どうやらこのピクニック中にポケモンの卵を発見されるらしいわ。どういうこと？ピクニック中に卵発見ってやばくないか。そしてこちらコライドンなんですが、ただこう見てみるとコライドンってあんまり大きくないんだな。いやーマジで楽しみすぎるな、スカーレットバイオレット。様々な情報が出てきてますよ。ただ海外ではすでに全クリされた方がかなり多くなってますからね。マジで海外早すぎるわ。まあ日本ではおそらく明日からプレイされる方が多いかと思いますので、皆さん楽しんでいきましょう。そして岸壁の主、崖ガニっていうことで、こちらですね、以前公式からもちょこっとだけ触れられておりましたが、主ポケモンが一応いるみたいですね。まあ主ポケモンが見てもらったらわかる通りいるわけなんだけどさ、ただポケモンの大きさってあるんかな。まあ例えばレジェンズアルセウスみたいな感じでどうなんでしょうか。ちょっとそこが気になるな、ポケモンの大きさね。まあ主ポケモンに関してはあれでしょ、まあいわゆるボスポケモンみたいな感じでしょうか。一応主ポケモンが存在はするけどさ、あれなんだよな、レジェンズアルセウスの時と違ってまあガチのボスみたいな感じだからさ、ちょっと強いポケモンというよりどちらかというとジムリーダーみたいな感じだからね、位置づけ的には。なので各主ポケモンを倒してまあゲットしていくと、まあそんな感じでしょうか。ただメインストーリーがさ、今回3つございますが、結局なんだろうな、まあ、ポケモンバトルであることは間違いないからさ、正直あまり違いはないのかなと思いました。それなんだよな。まあいろいろなストーリーがあるわけですが、ただそんなに変わらない気がするよな。ただ個人的にはこのスターダストストリート、これが楽しみかな。まあ果たしてどのような形になるのか。まあスターダストストリートか。ただこのスターダストストリートに関しましても、以前公式から情報が出ておりますので、なんとなくイメージはつくけどさ、ただやっぱりまあ従来のポケモンとは若干違う要素があるからさ、まあこれはこれで楽しみだなと思いました。まあ結局ね、これもポケモンバトルだからな。まあこちらもそうなんだけどさ、さあ果たしてスターダストストリートどうなっていくのかっていうところですよ。ただやっぱりこのテラスタルが目玉なのかな、こう見てみると。まあ Z 技であったりとかメガ進化だったりとかダイマックスであったりとか、まあ様々なギミックが今まであったわけだけどさ、今回はテラスタル、ポケモンのタイプが変化すると。ただ結局さ、タイプが変化するのはいいんだけど、ステータス自体には変化がないからね。なので使い方にもよるけど、メリットもある一方でデメリットにもなりかねないからな。まあそこが難しいところではありますよね。まあ運用は思ってるより難しいんじゃないかな。まあとりあえずそういった形でございます。まあかなり楽しみなわけですが、若干不安もあるな。本当にポケモン大丈夫かっていう感じ。まあ海外のレビューとか見てるとちょっとあれだからな。うん。まあそういったところで今日の動画は一旦終わりましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃのー。